はい、どうもこんにちは長谷です。本日も数学の問題を提供していきたいと思います。えー、今日の題材は2013年度の東京医科歯科大学の入試問題です。えー、っと12をカットしているので、これ実は医学部ではなく歯、えー、学部と保健学部の入試問題なんですけど、まあカットしている分難しくなっていて、まあえー、っと根本的にそうですね。同じような問題が医学部でも出てます。ベータ関数関連ですね。まあ。 えと削ってる分その医学部と同レベルになってるかなと思いますんでえ医学部受験者もまあ,あの同様にやっていただければいいかなと思います。はいそれでは始めたいと思います。fx x 1-x のの n n 乗乗かける1 x の n 乗です、ね、まあ仮に n が2とかってすると,えと原点と1のところでまあこう跳ね返るような4次関数になってるわけですねこうやって。 まあここがえちょうどえっと原点になってここは1ですねでその間ではえっと正になります n がまあプラスえっと正の自然数ってってますね正の整数っ言ってますよねだから3とかまあ偶数であったとしても01区間では正の値になりますよねだから常にプラスの数になってくれているわけです一方関数 gx っていうのは ax×x-1 みたいな関数になっているところですね で、えー、fx が gx 以下になるってことですね。だから gx は当然正にな,なってなきゃいけないので、まあ、こんなような関数になっているべきですね。gx の方は二次関数で01を通るものですけど、えっと、a の値がプラスでないと,、えっとこういうふうに上になってくれないですね。 なんでまあこういうふうに上に上側に来てるところですねで01区間の時は g の方が上になってないといけないので fx これ n イコール2の時の f ですけどえっとまあこんなふうになっておそらく二分の一のところが一番でかくなりそうな感じですよねはいでえっと hx を x×1 マイナス x と置きましょうか g fg に対して h を x かける1 x これが両方とも共通して入っているのでこう置きますねはいで fx は、えー、と x の n 乗る1 x の n 乗なので x かける1 x の n 乗っていうふうに書けますつまりこれ、えー、hx の n 乗って書けますねで hx は、えー、と今0から1までの間で、えー、と正になってくれてます。でまあここは別に、まあ、平方完成でもいいと思いますけどねあえてまあ、えー、相加相乗平均なんかを使ってこういくとここは2乗になって、えー、この x が いなくななくって分分ののの乗でりだから最大値 x イコール2分の1の時に4分の1という値を取るわけです。ということは、えー、と n 乗したらまあ4分の1の n 乗で抑えられるわけですね。で、えー、と今 gx が fx 以上だっていうこの式ですね。gx が fx 以上だっていう式をえっ、ー、と試験角形していきましょう。は a 掛ける hx です。で fx は hx の n 乗です。でえっとまあ h で一旦括りましょうかこれね。hx でこう括ってで a 掛け a 引く hx の n マイナス1乗という形にしましょう。これが01区間で成立するような A の最小値を n で表せっていうわけですけどここの部分は正なので01かが正なので、えー、割っちゃって a ス h x の n-1 乗が0以上。ってことは A は H x の n-1 乗。 ということでこの H x の最大値って何かっていうとここで得た4分の1のえー、っと N-1 乗なので N-1 乗だから一番でかい値ってその4の N-1 乗なんですねその時が一番 A の最小値になるわけですしたがってえー、っと HX hx の n-1 乗は4の n-1 乗分の1より a の最小値は4の n-1 乗分の1ですねこれが答えています。 もちろんそのここで統合成立みたいなのが x=2 分の1で起こってるみたいなのはまあち,ちゃんと書いといた方がいいしまあ別に総加想像なんか使わなくたって平方完成でことが足りるので、えー、それで解いて、えー、OK だと思います。いいですかね。H X の,乗の最大値は01区間での最大値は4分の、N、1の n-1 乗なので。 A の値として一番最小値にこれが常に成り立つというのは、えー、とつまり H x の最大値ということなんですね最大値が H, H x の n-1 乗の最大値が A の最小値ということなので、えー、とこれが答えになるってことが言えるってことですねはいじゃあ4番に行きましょう括弧4はえっ、ー、と ベータ関数の知識とかあるいはそのこの公式ですねこれはちょっと受験数学の中でも、えーっとまあ、知られているかっていうとちょっと微妙なんですけどここ m 乗をタマイ β ス x の n 乗とした時のこの積分がえー、っと m プラス n たす1分1。 m+n+1 の解乗分の m の解ける n の解アル β α の m+n+1 プラスこういうふうになるっていう公式をまあ知っているとちょっと有利だと思いますね。まあ,あの答えが出せるっていう意味ではうんまあ無条件で使っちゃうと確かにまあまずいかなと思うし。 カッコ1カッコ2でその段階を経て実はそのヒントがあるのでできなくはないかなと思うんですけど本来そこはねあのまあちゃんと出してその誘導で解けるようにした方がいいと思うんですけどねあえてこれはちょっと出す出さないようにしたのはまあこれえっと自分で導いてほしいというところから出ますまあこの公式知ってればねあるいはその導き方を知ってればもちろんできると思うんですけどえっと アルファとベータはゼロと一でまあこれあの一ベータが一だとすると一マイナス X の炎上になってますね。ここがそのえっ、ー、とひっくり返ってるのはえっ、ー、と常にアルファからベータまでで正正値にしたいしたいからです。正の対応を取るようにする,するのでここは X マイナスベータと書いてあったとしてもベータマイナス X に直して計算しないとまあ逆に面倒くさくなるんですよ。だから えっと、ここの部分はあえてベータマイック x の n 乗という形に書いておいた方が記述が楽になるのでマイナス1の n 乗とかは出さずに済むのでこの形でえっと書かれていることが多いかなと思います。ですかね。まあ、えっと、そ,それを認めてしてしまうと、まあ、簡単にできちゃうんですけどね。つまり、えっと、アルフ0から1までの x の n 乗をこれ1ク x の n 乗。 n も n も同じなわけですからこれ、えっと、2n+1 すの解乗の n の解乗の2乗になりますね。でこう0-1の1乗ですからここ1何乗しても1なのでここは結局いなくなるわけですよこ,この部分は。0-1の、えー、2n+1 す乗ってたって結局1ですから。だからこの積分の計算結果これなんですね。 でえっとこれ fx ですよねこれ fx の積分で fx は gx よりも小さい以下だっていうふうに言ってて gx はさっき求めたその、えっと、一番小さい値が4の n-1 乗っていう形ですねだから4の n-1 乗分の1 x ッ1 x みたいな形で えっと、fx が抑えられているのでつまり、えっと、4の n-1 乗分の1の x×1-x っていう形で、ね、こっち側を0一区間です積分してあげたものを持ってくれば、えっと、こっちを積分すると0から1までの4の n-1 乗分の1の x ッ1 x の dx。 でそのまま6分の1じゃないですか。だから6分の1かける4の n-1 乗分の1になってまあ要するにこれがこういうふうになるわけです。ってことはえっとこれをまあちょっと変形すると実は大の式になるってことですね。えっとここから これはえっと6かける6かける n の解乗の二乗分の 2n プラス1分母ひっくり返せばいいだけです。で6倍すればいいだけです。そうすると4の n マイナス1乗という式ができて証明が終わる。 まあそれがまあからくりなんですけどじゃあここの部分は認めちゃっていいのかっていう問題が出てきますんでまあここはねその全化式を使って下げてあげて一つ一つ計算するとこれをこ,こっちに戻すことができますよっていうことをまあこれから解説していこうかなと思います。まあさすがにね記述でこれを認めるわけにいかないのでこれを認めるわけにいかないので、うん、出題者としてもこれはちょっと難しすぎるし。 えと部分積分で崩していく全化式を作って、えー、と下げていくっていう方法をまあ,あの段階踏んで出題しているわけですはいそれじゃあ、えー、とここの証明について追加でやっていきますもうこれでもう答えはここを示せば後のあとの証明が終わるっていうのはいいですよねはいそれではやっていきます、FX、の DX ですねこれは、えー、と0から1までの x の n 乗かけ ×1−x の n 乗の dx と。でえっ、ー、とまあどうするかっていうと部分積分をしてあげて、えー、片方の時数を上げてまあどっちでもいいんですけどねえっ、ー、とまあどっちを積分した方が楽かっていうとこっちですかねこっちを積分の方に回します。す分の、えーと x 足す一の n 乗、x の n 足す一乗、かける一マイナス x の n 乗、でゼロ一マイナスゼロ一の n プラス一分の x の n プラス一乗かけるえっ、ー、と今度はこっちの微分がかけられますよね。そうすると n が降りてきて一時減って でさらにこの中の微分をかけたものなのでこうなるわけです。でこのマイナスとマイナスがキャンセルします。つまりこことここがプラスになって、えっ、ー、とさらにゼロ一をこれ代入しても両方ともゼロなのでここはここでゼロになるし、ここはここでゼロになるから、えー、結局消えちゃいます。したがってえっ、ー、と n と n プラス一が前に出てきてで。 01区間での、えー、と積分でク x の n+1 乗けエ1ク x の n ス1乗 dx、えー、ってなるわけですね。まあこれだけだとちょっとまだ分かんないかもしれないのでもう一回やってみます。ここの部分に関してもう一回同じことをやってみます。えっ、ー、と部分積分でこっち側を積分の方に回し積分の方に回してこっちは微分の方に回すわけですね。 えー、そうするとえっとまぁ、あ、ちょっとこっちに書きましょうか01の x の n+1 乗をかける1マイナス x の n-1 乗 dx と。で同じようにえっと n+2 分の x の n+2 乗になりますね。でえっと。 1ス x の n ス1乗の0 1イ i n t e g r a l 1から1の n+2 す分の x の n す2かける n ス1が降りてきて一時減って n ス2それにス1がかけられてこうなる。さっきと同じですね結局ね。わかりますよね。でここの部分は1の時にここが0ここの時にここが0。なので消えちゃって。 結局 n プラス2分の n マイナス1の0から1までの x の n たす2乗を1マイナス x のあここ間違ってますえっとここ x じゃないですねここは1マイナス x の n マイナス2乗ですえっと n マイナス2乗 dx ですね はい、というわけで結局そのこれが先頭にあってこれとこれを掛け合わせたものなのでえっ、ー、と n+1 分の n それに2番目は n+2 すが来て次はこっち n-1 が来てるわけです。それでインテグラルが0から1までの x の n+2 す。2 かける 1-x マイナスの n-2dx となるわけね。これやってったらどういう風になるか分かりますかね。どん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 ここの次数が上がっていき、こっちは下がっていく。で、これ次に来るのは n-2 で、こっちは n たす3になるの分かりますね。次に来るのは n たす3が来て、次にこっちに来るのは n-2 が来ますよね。 で、それをずっとやってって、ここは0になるまで続ければいいじゃないですか。そうしたら単独になるので。えっ、ー、と、0まで続けることができるっていうのもいいですよね。だから、えっ、ー、と、それを続けてった結果、結局どうなるかっていうと、えっ、ー、と、n+1、n+2、点点点になるわけです。で、n、n-1、点点点になるわけです。で、ここの部分は、 0から1までで、ね、x の、えー、1マイナス x の一応ここ0乗って書きましょうかっていうとえっ、ー、と最初は、えー、と n 乗だったわけですよねここがこの n のところから0に来るまで何回やったら0になるかっていうとえっ、ー、と片方 x の n 乗なんですよで1マイナス x の n 乗なわけです1回やったら 回やったら1マイナス x の n マイナス1乗になるんです。二回やったら n マイナス2乗になるんですよ。何回やったらゼロになりますか？これ。それは n マイナスえっと n 回ですよね。 n 回やったら n n で0になるじゃないですか。1回やったら n 1なんでしょ ?2 回やったら n 1なんでしょそしたら n 回やったら n n で0になるから、ここまでは n 回目なんですよ。で、n 回目だと、これは、えっと、1回目で x の n+1 すになって、2回目で x の n+2 になるから、 N 2N 回目でで X の n になるわけですだから N 回目の時にこっちは2の n 乗になっているってことが分かりますね。はいでえー、っとじゃあここの係数は何になってるのか最後ここがどうなってるのかっていうことも考えていきましょう。 えとこういうのなんか参考書に載ってないのでちょっとその考え方をえっ、ー、と身につけないといけないんですけどうまくね。でえっ、ー、と1回やったら n+11 回目からここが始まってるんですよ2回目はここになってるんです。えっ、ー、と1回やったら1回やったらこの1がついてるわけです2回やったら2になってる。 で、最終的に n 回行ったのがここなのでここは最後 n+n で終わってるはずです。いいですかここの最後ですよ。ここの分母の最後が n+n で終わってるわけです。何でかっていうと部分積分分 N 回やったところだから。で、分子も同じように n 回目なんですけど、えっと、ここ1個ずれてることに注意してくださいね。なんでかっていうと1回やった時に n 0なんですよ。 で2回やったときに n-1 になってるんですだからえっと1個ずれてるのでえっと2回目だったら1引いて3回目だったら2引いてるので n 回目だったら n ス n ス1ってことですつまり1回になるわけですつまりここは321ときて最後が1ってことで1で終わるってことです まあもちろんこれ0が来ちゃったら0かけたら0になっちゃうのからおかしいなって気づかなきゃいけないわけですけどちゃんと1で終わってるってことですね。従ってこれは分子は n の解乗が来てます。それでここ最後 2n になってるので 2n の解乗を取ったとしたらえっと n の解乗を分母につけてあげれば 2n の解乗になるので分母分子に n の解乗をこうやってつけてあげると ここにその1個分の n の解乗がつきますよね。それで0から1までの x の 2n 乗 dx という形になるわけです。いいですかでこの値は積分を計算すると明らかに 2n+1 分の1なので最終的にこれは 2n+1 の n 乗あ違う違う 2n+1 の解乗分の n の解乗の2乗になるっていうことが証明されたわけですこれがねこれがこれになるってことが言えてで初めてその証明が完了したっていうことになりますいいですかこのこの積分の計算はまあ,あのできますよね 2n+1 分の1っていうのは 2n+1 す分の x の 2n+1 乗乗って0から1までですから1台にしてこれになると。で最終的にここの部分がえとこれになるってことですね。はい、というわけでね、えっと、ちょっとこの01までのその積分の計算が非常に長かったですけど、えっと、まあうまくねその部分積分を繰り返し行ってあげると。 まあこれ全化式の形になってえっといないのでえっと問題設定が全化式の形にないのでこの4番のこの式をね示せって言われた時にえっと積分計算ができないじゃないかっていうことになってると思うんですね。そこの部分があの難しくした要素なんですけどまあここのねえっと積分をうまく計算する方法を見いだしていただければいいかなと思います。 はい、2013年度の東京医科歯科大学の入試問題でした。